ハイメ・マジョール・オレハは、スペイン・サン・セバスティアン出身の政治家。マジョール・オレハは、大学では、農業工学を専攻。1977年に、民主中道連合に加わり、1979年から1982年まで、ギップスコア県選挙区から、スペイン会議員に選出された。1980年3月9日には、バスクジチ州議会議員に選出された。 1982年に民主中道連合が解散すると国民同盟に転じ、1982年7月30日には国民同盟のレオポルド・カルボソテイロ首相によってバスク自治州における政府の代理人に任命された。10月16日にはオフィスの窓から手榴弾を投げ入れられる事件があったが無傷だった。1982年の総選挙ではスペイン。 社会労働党が与党の座につき12月29日には社会労働党から首相に就任したフェリペ・ゴンサレスによって代理人の任を解かれた1996年5月には国民党の第一次ホセ・マリア・アスナール内閣の内務大臣に就任し2001年2月に辞任するまで大臣を務めた2001年にはバスク自治州政府首相選挙に立候補したが 現職の不安補正イわれチェに敗れた。2004年から2014年には欧州議会議員を務めた。政治家としては、バスク祖国と自由に対して強い姿勢で臨んだ。オレハ家は、政治家の家系であり、祖父のマルセリーノ・オレハエロ正義は、カルリスタの政治家、おじのマルセリーノ・オレハーギーレは、国民党議員。ありがとうございます。